昨年は大河ドラマ「青天を衝け」をはじめさまざまなドラマに出演されるなど大活躍され、今年20歳を迎えられました。板垣さんご自身の13年前って覚えていますか？おそらく何歳？7歳？7歳で小学校入学した時ぐらいなんで、正直記憶はちょっとおぼろげなんですけど、なんかこうすごい走り回ったりとかするタイプの子ではなくて、結構髪も長くてパーマかけてたりとかした子供でしたね。小1からパーマを当ててらっしゃったそうなんですよね。だいぶファンキーだったんですけど、その小1から現在まででこれはやっぱり大きな出来事だったな。どういう出来事ありました？今の事務所に入ったのが小5ぐらいで、やっぱりそこはまあ一つこの今の自分の人生が始まった一つ大きなところなので、そこはすごく覚えていますし、意識的にすごく変わったなっていうのはやっぱり去年いろいろなドラマだったり作品を経験させてもらって、その中でいろんな方たち、いろんなこう共演者の方と関わっていく中で、すごく役者として意識がまた一つ変わったタイミングではあったので、去年1年はすごく大きかったなと個人的には思ってます。普段のその心を整えるためのルーティンやメンタル術ってご自身でお持ちですか？やっぱりでも自分が自身の一番のこうファンであるというか、愛を持ってるっていうのはすごく大事じゃないかなと僕は思ってますね。その自分に対してこう好きっていうだけではなくて、ちゃんと愛してあげられるし、戒めることもできるっていうところなので、やっぱり自身が自身の最大のファンであるっていうところは何をするにおいても大事じゃないかなと僕は思ってますね。今年の活躍に向けて一言いただきたいと思いますが、フリップも書いてきてくださいました。はい、僕は今年はおかしくっていう、まあ今年というか、そのもう僕の人生においてというか、その笑う笑わないのそのおかしいというかっていうことではなくて、芝居だったりファッション、メイク、こういろいろな自分の表現というものにおいて、やっぱりこうどこか毒っ気だったりとかおかしさだったりっていうのがある表現をしていきたいなって、その中でこう自分の独自の表現だったりっていうのを築いていきたいなっていうのが僕はずっとあって、なんかそういうところをまあ20歳にもなりましたし、こう本格的にいろいろな経験を通して目指していきたいなと思ってます。大久保さんこの表現を見てどう感じますか？いや、すごい世界観を持ってるなって思いましたね。全然自分は思いもつかなかったんで、さすがだなと思います。